tämmöinen kahdeksan tuntia aikaisemmin. どうも落ち着かねえな。ん？前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う、似て非なるものって感じか。あんた蒼天堀にいたことが。カムロ町に来る前は俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの4、5人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で、俺は社長の腰巾着だったわけ。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。うん、当時組んでたやつが今小副長にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんだね。寄るとこ。この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくる。渋沢組と近江連合の動きも少しはわかるかもな。そうか。お前にはビデオ屋で世良って男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。世良ってのも立花不動産のもんか。いや、東上会の人間だ。日教連って組織のな。日教連聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、その世良って男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃあまた後でな。Munansa niinku toisessa pesissä. Videoshop. Entertainment.Se pedvi of Styx. Tääkin voi mennä tappelemaan sitä. Tuo vähän niitsi. Sata milliä. Kalliita taitoja.
vähän taitoja. Kelas. Chet, toughness, ihan sain. Tää tällaisia videoita. Iraishimase. Hmm? Hajimeten okeksan. Uchi wa eemon sorotemasu yo. Donna shimi shikou demo, zettai okonomi no ga mitsukarimasu wa. ベータか VHS かだけは気をつけてくださいね。ベータリとの間に、俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。なんや。そんじゃ、あんたが桐生さん。ほな、ちょっと待ってな。奥に部屋あるから。
特別なお客にはここ中に電話もあるで、セラいう人からの電話がそこにかかってくる。ここはあんたの趣味の部屋ってことか。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた橘とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレンタイやっとった。そこに2年前一匹狼やった橘さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄の差や。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児。立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やったけど、その土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で立花さんも自然とガキん頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに立花さんのことは兄貴や呼んどった。小田よ、店はほったらかしか？客が困ってたぞ。あれほんま？ほなごめんな、ごゆっくり。あいつ話長かったろ？ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして俺が社長に惚れ込んでたとかって話か？話半分に聞いとけよ。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ、でも面白い話が聞けたよ。何日か前牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってこと。で
そいつらは今も牧村誠を狙って。ああ、フィクションかま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。うん。和田さんやったらさっき。そうか。あ、ちょう待ち。準備せや。どないな仕事かは知らへんけど。それは俺の口からは言えないな。とにかくあの立花さんが関係しとることや、平穏無事で済むはずがない。何が起きても不思議やないっちゅうことや。なるほど。せやろ。ほな悪いことは言わん。準備は今のうちにしっかりしときや。ちょっとそれ。 OK。 eli peli ehdotti, että jos haluatko jatkaa toi niinku point of no return niin sanotusti. Eli täällä näin kannattaa viimeistellä asiat, mitä on tekemässä, esimerkiksi tallentaa, vasta sitten jatkaa niin peliä. さんやったらさっきの奥。大丈夫だ、準備はできてる。そうか。ケイ、みたいな。セオラワクタパト来たな、キリュウ。パハマネス。それから電話があったんだな。そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天やって料亭でやることになった。椿園の弁天屋。ああ、そこの座敷でこれからセラと会う。周りに異常がなければその場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。町中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一つを相続してたことをセラに聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。家出？ああ、それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億。神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。そこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだがな。彼女が神様に感謝してるか聞いてみるといい。いや、聞くまでもね。彼女ここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。周りで死人も出てるってよ。何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で店に出入りする客のチェックだ。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。そこから先は新幹線だ。新大阪から乗るのは危ねえってことか。新大阪。一応の用心だ。待って、言うな。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。ああ。なあ桐生君、お前はこの時のために立花不動産に入ったようなもんだ。
いよいよしっかり働いてもらうぜ。何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一粒さえ手に入りゃ風間の親分さんを守る道も見える。ここが椿園。あんまりキョロキョロすんな。いいか、俺はここで怪しい奴が店に入ってこねえか見てる。わかってる。また後でな。立花不動産の桐生さんです。日経連の世良だ。座ってくれ。立花不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。Pistää sen kuitenkin siihen. Änien löysi ton sitten. こちらが牧村さんだ。立花不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人。織田という者と私で神室町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。ずっとお世話になっていた人が。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させて。お願い。わかりました。立花さんによろしくな、桐生。ええ。失礼します。それじゃ。急げよ、おい。早く来い。どうかしましたか。何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。ei tiedä tavanneesta, mutta Makimura muistaa. Tää on Triadin orjakaupassa mukana. どうした。いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で織田っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。
キリュウ、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。渋沢。何？じゃあ。クソ、気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの？Aha, na mě nekouští. Jak už tato kulma jsou si huono ja ampumaan oikeesti. Ai itsellä magika jo! Ei oikein saa harjoitusta. Japanissa on toimivat aselait. Toisin kuin tässä näin pelissä. Yhdellä laukauksella liikkuvasta autosta. Kyllä! Korsakai! お前、なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ。さっさと落ちまくれ。Nyt ei mene hyvin. Heat eye.Tää ois ollu kiva tota noin niinku... Aseita oikein tulee. Tässä maassa piti olla ihan hyvä asia. Bodycountti vaan kasvaa kyllä. Edelleenkin kukahan Kirjun on. Ei enää helikopteri. Gatling! Exo!
Oh, yksiä. No, tää meni täydeksi fantasiaksi kyllä. Meidänkö ne tärkkaampuja? Aika hyvin passaroitu tää taksi myöskin. Kai ne japanilaiset autot on itse aika kestäviä. Ampua. Okei, niin on melkoinen niinku asevarasto. Okei. Nyt täyttää fantasiaa koko toi kohtaus. Toriaisuna. Ottega konaito mo kagirane. Itten kotoku oriru no. Hyvin kestävä toi taksi. しばらくここに隠れる。ヤコツはクラメネッティメラクセンカサンポロッカーとっさき。チキシャメ、渋沢どっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着けよだ。彼女が不安がる。ふざ、それが何だ。私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。何やってんだお前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた、怪我してないか。痛むところは。キリュウさんでしたよね。ああ。小田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分、あの人を知っています。え？やっぱ、気づいてたんだ。織田、動くな桐生。ん？動くなっつったんだ。ペッテキスカイキ。何してんだお前。悪いけど、俺はこの女を立花社長に会ってばっかりいかねえんだ。Kenen puolella tää on? Vai se on irti itsensä puolella? Takara... Omaira niin vaan sinne mora uskanee!